どうもアジアンカンフージェネレーションの北です。山田です。はい、はい、我々、うん、アジアンカンフージェネレーションは今年の4月で結成25周年を迎えることができました。すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんの応援のね、うん、おかげ。そうですね、応援のおかげだよ。続いてますね。うん、いろいろ振り返りたいと思うんですけれども、うん、まあ、この25周年をね、うん、記念してせっかくなんで、あのいろんな企画プラン練ってるところなんですけれども、なんかこの先にね、そうですね、でかいことが待ってるのか待っていないのか待っていないのか待ってると信じてね、まあ、そうですね、プロローグ的な。そう、今回このプロローグとして、うんうん、我々2人がバンドを代表しまして、うん、活動25年を振り返るトークをお届けできればなと思ってます。振り返りつってもね、まあ、あの我々がまあこうして、まあ、代表というかね、うん、4人いるうちの2人で来てるんで、はい、あくまで我々2人目線。そうですね、あの俯瞰したような目線ではあまり、時系列とかも多分こっちゃになったりするかもしれない。こっちゃになったりする可能性あるんですけど、まあ大丈夫だよね、ちょっとずつ思い出しながらとか。まあ4人の中では比較的その思い出し作業は得意というか、まあ記録的なものは得意なんじゃないかなという自負してる2人分かんないけど、まあ、だんだんやっぱ25年も経つと、うん、あの記憶が違ってたり訂正されることも増えてきてるから、うん、そうだよね。まあ、いろいろね資料をこうかき集めてますけれども、うん、ね、そういうのを参考にしながら我々ね、うん、北山田目線なんで、もしかしたらゴッチとかキヨシに同じことを聞いたら全然違う答えが返ってくるかもしれないっていうのはなんとなくこうあらかじめね、まあ、その辺もゆるっと、そうそうそう、気軽にお話ししていただき、いければなと、ちょっと緩めでね、はい、緩めで見ていただけたらなと思ってます、うん、はい。ちなみに本日4月23日は、うん、我々のファーストミニアルバム崩壊アンプリファーがメジャーリリースされた日。ありがとうございます。デビュー日になるのかな。デビュー日、まあ、これは2003年なんで、うん、18年前か。そうだね、デビューは18年、うん、結成は25周年、ね、ちょっとややっちゃにややこしいんですけども、うん、まあ、今日がデビュー日だから、そうです、ね、今日選んでこの第1回の放送、うん、まあ、第1回ってことはこの先何回かに分けて振り返っていく可能性も。そうですね、可能性として、うん、そうね、まあ、多分何回かに分けて、まあ、だんだんネタがなくなっていく。そう、25年なんで全部はね一気に喋れないと思うんで、うん、まあ、今日せっかくその崩壊アンプリファーのメジャー再リリース日というかね、なので、そうですね、今日は崩壊アンプリファーがリリースされた時期にスポットを当てた話をしていきたいと思います。はい、ね、うん、デビュー記念日に何かするっていうのはさ、アジカンがなかなかなかったよね今まで。あんまりだから、まあ、そもそもね崩壊アンプリファーが再リリースってこともあって、うん、ピンときてなかったかな、メジャーで出した。そうだね、なんか毎年、うん、あの4人で今日メジャーデビュー日だねとかいう話とかないというか、そうだ、ね、どっちかというとファンの方々に、そうそうそう、教えてもらうというかファンの方々の方が祝ってくれてるという印象があって、それもいつも本当にありがたいなという。そうですね、でも今年ねついにデビュー日に何かしようということで、このね、うん、振り返りトークやっていきたいと思います。はい、どっから振り返ってこう、はい、まあ、そもそもじゃあその2003年4月23日の記憶ってありますか、うん、メジャーデビューした日でしょ、うん、メジャーデビューした日ね、正直ね全然思い出せない当時ライブもいっぱい出てたりしたんで、うん、そのたびに打ち上げとかで乾杯とかしてたと思うんですけど、メジャーデビューをなんかちゃんと祝ったみたいのはない気がするな。ね、まあ、 あのレコードの発売日ってもう結構前にできちゃってるパターンが多いから、うんうん、あんまりリリース日を認識してることがその後もね、あ、少ないっていうのはあるかもしれないですね。リリース記念みたいなね。うん、でもね実際ね、うん、そのメジャーデビューした2003年の4月23日は、うん、我々レコーディングしてたんです当日。お、よく。たどり着けたね、その。これはね、なんで分かったかというと、はい、こちら
出た、じゃじゃん、出ました。殿下の宝刀、これ私がこうつけてた、アジカンのこう活動日誌、それこそ活動日誌、そうだね、元祖活動日誌、これにあのね、今日まで書いてないよ、今日っていうか今日までは、何年かまでは、そう、でも多分2002年の夏から、あ、じゃあ本当にアジカンとして活動が見えてた頃から、うん、2002年の夏、多分ね、そう、2002年の夏から2005年の初頭までのアジカンのこう活動記録が俺目線で書かれてる、うん、日誌を見、あ、本当ボロボロだね、もうところどころページ破れちゃって、うん、破れちゃってるんですけど、これによると当時もう、メジャーデビューした日はシングルのレコーディング、なるほど、多分ファーストシングル未来のかけらのレコーディングを多分新宿のグリーンバードスタジオでしてたと、はいはいはい、多分祝杯はあげてないんじゃないかなって、もうレコーディングで忙しくて、あ、じゃあ美味しい弁当食べたかもしれない、その日グリーンバードのなんかね、出前とか美味しかった記憶があるもんね、うん、ちょっとは威張ったのかな、分かんないけどもね、まあでもこのノートは貴重ですよ、ね、このなんかこの辺覚えてるでしょ、これこれよく書いてたの覚えてる、中村くんが書いてくれたこのカンフルのこれさ、ステッカーね、そう、10年前ぐらいに多分セルフパロディしたでしょ、セルフカバーというかこの格好カンフーウェアして写真撮って、そう、なんだっけ、なんか年始の挨拶に見つかったのかな、このやったんですよね、この10年前ぐらいにこの格好、これ崩壊アンプリファの裏の写真で、中村くんが最初に僕らを描いてくれた絵、うん、だよね、そうです、まあでもだからさっき言ったように、うん、そもそもそのアンダーフラワーレコードインディーズレーベルから、うん、前年の2002年の11月に崩壊アンプリファ出てたんで、そうですね、だから多分その再リリースだったから、うん、メジャーデビューっていうのがちょっと記憶にちょっと薄いというかね、さっき言ったように、そう、ありますよ、崩壊アンプリファアンダーフラワー版、お、アンダーフラワー版を持ってる人はなかなか今少なくなってきてるんじゃない、同じなんです、違いがあまりないその本当に品番とかが違うぐらい、品番というかこの帯、うんうん、多分ね、帯が、帯とか品番のデザインはアンダーフラワー仕様になってる、違うんですよ、うんうん、まあ、これ多分出てると思いますけど、貴重だね、まあ、盤面もね多分その品番とか違うから、うんうん、まあ、よくよく見れば細かく細かい差はあるんだろうけど、こっちが、あ、メジャー版もあります、メジャー版、こっち開けてない、うんうんうん、まだ未開封、これはステッカーなんかこう、本当だ、ナルトのオープニングテーマとか、うん、エルビス番組だね、これ懐かしい、ね、エルビスは多分密着してくれてたんですね、そう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 、当時ね、当時ね、遥か彼方の MV も MV もエルビスで密着してもらったもんね、撮ってもらったもんね、なかなか貴重な、でもそれがアンダーフラワー フラワー版で出た崩壊アンプリファーが、うん、まあ、キューンレコードの人に気に入ってもらえて、そうですね、ざっくり言うとね、気に入ってもらえて、うん、このミニアルバムはもっと多くの人、多くの人もっと広く聞かれるべきだという言葉を当時いただいて、いただいたよ、そうそうそう、そのままだから出たんだよね、そう、もう中身、中身一緒で、歌詞カードとかも本当にそのまんまで、そのまんまで変えるべき部分は本当にちょこっとだけ、うん、でも嬉しかったね、はい、そういう再リリースという入りの形ではあったけども、そうですね、メジャーデビューできた、メジャーデビュー言ったのかな、メジャーレーベルに決まったっていうのも俺でもね、うん、ぬるっとしか覚えてなくて、うんうん、それもあんまり決まりましたみたいななかったでしょきっと、なんかなんとなくなんかね、ふわふわっと情報が入ってきて、日々だからこう変わるから、うん、変わるというか、まあ、どん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 その頃から忙しくなってきたから多分これを書き始めたのと思う、2002年の夏ぐらいから記憶を留めて、そう、多分何かに書き残しておかないとダメだというか、多分本能的に思ったのか、そうです、すげえ細かく書いてるから、うん、よくやるなと思って見てはいたんだけど、なんか残しとかなきゃと思ったんだと思う、だからその自分が書くことで置いてかれないというかさ、置いてかれないようにとか、多分そういう風な焦りもあったなと思う、後々振り返るであろうことまで、そこまで全然考えてなかった、これがだから今こんな活躍するとは、でも本当もっとね崇められた方がいい、このノートは、うん、そもそもですよ、はい、そもそもこの崩壊アンプリファーね、うん、実は
当初収録曲収録予定曲が違ったっていうのは覚えてます？そうですよ、ゴッチは違う、うん、まあ当時ねインディの頃からライブハウスで演奏してた曲、うんうん、何曲かあってそれも含めて、うん、選曲会議みたいなのあったの覚えてますよ、うん、ファミレスで。ファミレス、そう、あのね最初ね予定曲が全然じゃないけどちょっと違ってて、うんうん、まあ本ちゃんの、はいはいはい、本ちゃんの収録曲を言うと、まあ、遥か彼方、うん、羅針盤、粉雪、はい、青の歌、サンデー、うん、12の6曲、6曲、まあ同じ6曲なんですけど、うん、収録予定最初にしてたのは、まあ、これ曲順は違うと思うんですけど12、はい、12崩壊アンプリファーあ、そういう曲が覚えてる。崩壊アンプリファーって。でもね曲作ったのは僕だったかもしれない。あ、山曲だったの。その1回ぐらいライブで演奏したような、でもそれぐらいやってないと収録しようともならないだろうか。でもなんとなく全然その曲思い出せないんだけど、うん、めちゃくちゃ速い曲とかではなかった気がする、うん、ちょいミドルでちょっとマイナー調で、うんうん、ちょいエモくてみたいな全然思い出せないんだけど、でも多分ね、うん、収録予定になってたわけだから探せば音源がどっかにあるかもしれないから。あとロケットナンバー4、ああ後々もう崩壊アンプリファーに入る予定で、サンデー、サンデー、サンデーはね当時は新曲1って呼ばれてたんだけど、あ、タイトルついてなかったんですね、まあ、新しかったの、羅針盤、うんうん、で電波塔、はいはい、だからね電波塔とロケットナンバーフォーと崩壊アンプリファーって曲が最初は収録予定だったんです。じゃあ遥か彼方なかったんだ。遥か彼方と粉雪と青の歌が入ってなくて。なるほど。それで進んでたんだけど話が、うん、なんか当時さゴッチが結構サンデーは気に入ってたのは覚えてるよね、まあ、一番新しかったしね、まあ、だからその収録予定曲だったんだけど、うん、そのさっき言ったファミレス、ファミレス会議が緊急会議が開かれて、うん、まあ、多分マネージャー今の社長ですよ、はい、うん、もういたと思うんだけど、これじゃちょっとやっぱいかんと、出し惜しみしちゃいかんと。そうね、そういう風に言われた記憶あるいう話になって、はい、やっぱ遥か彼方は絶対入れるべきだと、うん、多分まあ粉雪もしっかり青の歌しっかりやっぱこう全力で行くべきだってなって、うん、そのロイヤルホストで収録曲が決まったっていう説得された感じだったかな。まあでもちゃんと俺らも納得はしたんだと思うんだけどね、うんうん、そうですね。でも実際そうしてよかったじゃん。まあね、はるか彼方じゃない、やっぱ最初、俺たちの最初といえば、まあ、あの曲があってからね、いろいろ広がった。あの曲、そうだよね、その後に広がっていくストーリーあるでしょ、うん、はるか彼方が連れてくれたストーリーあるでしょ。あるよ。そうだから、ありますよ。でもこれは多分ね初めて言うかもしれないね、うん、収録曲、収録曲のね会議の話は、うん、収録予定曲が違ったっていう、うん、言うかもしれない。まああとレコーディング、これが決まって収録曲が決まって実際のレコーディングって覚えてる？レコーディングはなんとなく景色は風景は覚えてますよ。まだだからアンダーフラワーレーベルに属してる俺たちだよね。そう、2002年の多分夏以降というか、そっちはなんかレーベルリリースしてくれるところが決まりましたみたいな話は、うん、なんとなく覚えてます、うん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 、でその吉祥寺の事務所にも、うんうん、なんか2人でよく行ったよね。そういう打ち合わせ、レコーディングとかも含めた打ち合わせとかあったのかもしれないし、当時ね、あの美味しい伊勢屋っていう伊勢屋焼き鳥屋さんとかは覚えてますけどね、山ちゃんと行った、はい、よくね。でレコーディングも、うん、吉祥寺だった気がする。そう、吉祥寺のコックサウンドと、はい、代々木のステップウェイスタジオ、この2つを使って、まあ、最初多分コックサウンドでベーシック取って、リズム取りをしたんだ。そうだ、ベーシック取って、うん、代々木のステップウェイでギターダビングと歌取りとか、うん、でなんかこのノートを見てねびっくりしたのがね、はい、全5日間で5曲を仕上げてるんですよ。なるほど。あ、12だけ。そう、12はそうもうできてたんだよ先に。そうそうそう、アンダーフラワーレコードのコンピレーションが2002年の夏に出て、うん、それに12が入ってたんだよね、このこれ資料 ね、 こ資料、これのアンダーフラワーのコンピに12入ってたから12はあったもん。これ12はその8月にリリースされてるんで、コンピが、コンピが、うん、もっと前に撮ってたんだね。そうだね。
その後は多分、はい、だから5曲を5日間。しかもリズム隊は、リズム隊はね、初日で5曲分のベーシックを取るって書いてあります。なんか地下のスタジオの、そう、ゴックサウンドなのかな。うん。で、その時のエンジニアさんと、うん、清志と3人でその部屋に缶詰で。すごくない？今から考えたらね、でもね。5曲、うん、手順とか分かんないじゃん当時。エフェクターをね、どこまで持ってったらいいかとか、うんうん、アンプはどうしたらいいのかとか、何も分からないままどうぞっつって演奏させられた、ね、記憶があります。実際俺もちゃんとしたレコーディングって、まあこれがちゃんとしたレコーディングかどうか分かんないけど、うん、多分メジャー行ってからそれは知ることになる。ああ、そうですね、から次回のお話かもしれないんだけど、俺も結構わけ分かってなくてやってたかも、この5日間というか、うん、フォークアンプリファーのレコーディング、うん、そうですね。まあその後もっと本格的なレコーディングの目の当たりにする、目の当たりにするんでね、テイクが選べるとかもよく分かってなかったんで、うんうんうん、ほぼ一発撮りに近かったんじゃない？近かったね。特にリズム隊というかベーシック、うん、だからもう荒々しいでしょ。荒々しいね。はるかのイントロとかもまあ、全体的に久々に聞くとエモさがすごいよね。エモさがすごいよね。世界中で聞いてもらってますけど、うん、イントロは ね、なんかちょっとこう、そのなんかエモさが、まだにエモさがなんかこう引っかかってくれた方が多かったのかなって今から思うとね、思うけど、エンジニアのね、岩田さんのあの力も大きいかなっていう、岩田さんよかったね。よりパワフルな仕上がりに。10月1日に、うん、もうマスタリング1ヶ月ぐらいですよ、ほとんど。9月の2日に最初の初日で、10月1日にマスタリング完成してるから、もう1ヶ月で凝縮してたんだね、ほぼ完パケというか、音源が出来上がって。そのね、でもこれ、うん、これ余談なんですけど、はい、10月1日、2002年の10月1日にマスタリングして、うん、その2日前にね、大きいニュース、時間的な、私が、はい、リーダーに就任するっていう、マスタリングが10月10月1日これなんとなく記憶あるよ。本当に9月29日に俺リーダーに就任したんです。今も一応リーダーじゃないみんながどう思ってるか知らないけど、リーダーっつってのは俺が日誌で書いてるぐらいね、うん、あんまみんなリーダーって言ってくれないけど、うん、そう、だから結構2002年の9月にリーダーになったんだなと思って。それライブの帰りだよね。そう、大宮のライブの帰りで、うん、結構なんか車の中でマジ反省会みたいな、結構多分 ね、その時対バンだったらストレーテナーとか、テナーとそのバンジージャンプフェスティバルが良くて衝撃を受けて、多分結構真面目な話になったと思うね、メンバーさんで。マネージャーもね、結構姿勢を問われたんだよ多分。確かね、なんとなく覚えてるけど、ゴッチ以外のメンバーの姿勢、うん、ここなんか見えてこないみたいな話を続けていくにあたってされた気もするし、多分ね、うん、その時に多分ゴッチが、はいはい、ケンさん、多分ケンさんが多分当時一番しっかりしてなかった今もだけど、しっかりしてなかったから、リーダーに多分任命したんだよね。なるほど。そんな流れだった気がする。それもちゃんと多分その場の流れで言ったわけじゃなくて、うん、前々から考えてたことだったのかもしれないね。だろうね、きっと。そんなこともありながら完成したホーカイアンプリファー。はい、ホーカイアンプリファーのアンダーフラワー、うん、アンダーフラマンが11月25、はい、それを引っ提げて、うん、その年12月に我々初のツーマンライブ、はい、ソフトタッチ、はい、同時レコ発みたいな感じで、うん、下北沢のケーブビーっていうライブハウスでツーマンしたの、うん、すごい覚えてるね。そうだね、地下の。そう、俺らまだツーマンすらしたことなかったから、その頃ね、イベントに出る機会ばっかりでしたね、うん、すごい覚えてるよね。まあでもあれだね、徐々にこれだんだん話すことなくなったかもしれないね、その回を追うごとに、ね、振り返りとか、ね、それが心配なの今から。最初にこんなさいっぱい話したらねと思って。まあだんだん、でも多分近づけば近づくほど資料がね、今歌詞みたいな、ね、資料が近づけば近づくほどなんつうの、時間がね、最近になればなるほど資料が、うん、事務所の方にあるはずだと思ってるけど。まあ確かにちゃんとしたあの公式の資料、こういう非公式非公式じゃないわ。そう、今手持ちのものをね、それぞれ持ってきて、うん、今日はね、はい、そうだね、やってるから、やってる
すげえな、すごいね、やっぱ書くの好きなんだね。あ、そうだね、これ今手書きの台本だもんね。そう、全然ないもん。まじ今日の締めに、うん、当時の、当時あんま写真がないんですよ。そうです、アンダーフラワーの頃の、まあね、ちょっと、まあ、雑誌の取材とかもそこまでまだメジャーデビューした後ほどなくて、うん、最後に僕らが、まあ、これアーシャなのかな、最初のアーシャって言うのいいのか分かんないんだけどこの写真、まあ、ちょっと触りだけ、まあ、これワイプで出るかもしれないけど、このね最初のこれは多分これがねアーシャなのかな、アーシャというかね資料っぽい感じだと思うんだよな、中村くんにこの絵を描いてもらう、うん、ああなるほど、資料で送って重要に撮ったんじゃないかな、まだだからアーシャとかいう概念がよく分かってない顔してるよね。これだから 今でも中村くんがトークショーでいじる有名な一枚なんですけど、キヨシのね顔をね、キヨシの目ね、これねゴッチはね意外とシュッとして、あのゴッチ以外ひどいですよ、この3人。これだっていくつ、これだから姿勢、さっきそのお宮の帰りに怒られるわけだマネージャーから。そうだよね、お前続ける気がない、違うもんこれやっぱ温度、温度差、温度差がある、あるね、2002年ぐらいだから26とか20代後半、20代後半に差し掛かってるぐらいじゃないかな、この子たちがもうメジャーのメジャーデビューしてメジャーの波に揉まれていく様、いく、この子たちどうなっていくかっていうのを次回話そうかな、写真きっかけにじゃあ膨らんでいくといいですけどね、顔つきも変わってくるといいけどね。そうね、だんだんね、このまま回が進んでちょっと見れば見るほどなんか悲しみが溢れてくるね。 そうなん、その辺も注目してじゃあ今後見てもらえたらいいかなと思います、うん、はい、アジアンカンフーデネーションの会員サイト公式プラスでは今年6年目を迎えた北山田活動日誌や25周年を記念して我々2人のセッション動画も更新していきます。今日は記念すべき1曲目がアップされる予定です。はい、公式プラスについてはアジカンのホームページよりチェックしてみてください。はい、それでは次回もお楽しみに。